バグズクッキングで、昆虫と、食材のミラクルを感じたいです。井上さくらです。虫を見るとどう調理していいかしか考えられなくなってしまった内山翔一です。よろしくお願いします。ということで、はい、今日ですけども今日はちょっと大きめなコオロギです、うん、でかいでしょ。結構大きいですね。うわすごい。これは普段食べてるコオロギの4倍ぐらいありますね。台湾オオコオロギという種類です。これ日本にはいないんですか？あったかいところがやっぱり好みなので、はい、日本でもね南の方にいるかもしれないけどとりあえずはあの東南アジア、あっちの方があのたくさんいます。であの野生だと思います。養殖はそのハウスクリケットとか、うん、双星コオロギとかは、はい、あの養殖されてるんですけれども、うん、これは本当土の深いところでこう暮らしているのでそうなんだ。なかなか養殖難しいみたいなんですね。うん、で、あの自然から採集して取るので、旨味が濃いというか濃厚というか、楽しみ。なので、でこう大きいから食べ応えもありますよね。うん、これを使って、今日はあのきんぴらごぼうってあるからじゃないですか。はい、その代わりにきんぴらコオロギ。ああ、きんぴらコオロギ。お、いいですね。ですね。どうなるかちょっとこれから作ってみましょう。味の想像ができませんが、はい、よろしくお願いします。じゃあ、 早速始めます、ね。はい、あのコオロギをまずあのしっかり炒めましょう。じゃあ油ですかね。サラダ、あのごま油かな。ごま油、はい、はい、そんなもんでいいと思います。はい、じゃあ唐辛子を入れましょう。乾燥した唐辛子を輪切りにした感じですかね。はい、あの香りが立ってきます。ね、もうすでにごま油のいい香りがしますよね。うん、はい、この回でやっぱりコオロギを投入してください。はい、はい、いきます。コオロギを入れます。はい、おー動いてる動いてる。廊下でかいですね。さすがに大きい大きい。いやなんか楽しいや。これなかなか大きいと迫力は十分ですね。だいぶすごいすごい。肉感がすごいですね。肉厚感というか、この足のほら筋肉もすごいよね。本当だ。このこことかもも肉が美味しそうですね。あ、美味しそう。手羽先みたいですね。そうですね。手羽とは言わない。足場先。足は結構ね取っちゃう人いるんですけども、うん、このくらい大きくなると足も美味しいので。ね、筋肉質で弾力があって美味しそう。あ、コオロギがごま油を吸ってますね。うん、そうですね。ごま油が好みみたいですね。うん、コオロギみたい。コオロギが。コオロギが。ハイになってますね。いやいや全然ローですよ全然。どこがですか。まあコオロギ見るとあの幸せな気分になりません？どんな気分になりますか先生は。幸せな気分。幸せな気分。ねそれがやっぱり人間の本能なので。コオロギの山に埋もれたいですよね。本当にコオロギ。ちょっとそれでも怖いかもしれない。先生が言ってることの方が怖いですよ。このメスは多分お腹の中に卵がいそうですね。その卵の美味しさってまたあるんですよね虫の場合。へえ。だから尻尾みたいにこうなってるのがこれメスなんですよこれ。これが産卵管なので、はい、前回やったハウスコオロギよりも炒めるんですね。はいはいはい、まああれは本当カリカリですけどあそこまでやるの大変ですけども、うん、あれに近い状態にできたらしたいです。なるほど、はい、これはな生のコオロギですか冷凍。これはね冷凍物でまあ売ってるコオロギなんですけども。じゃあこれは本当にちゃんと火通さないと。はい、そうですね。この太いところはなんとも言えない美味しそうですよね。美味しそう。これも足だけちょっと味見したみたいでどうですか。食べてもいいですか。あ、いいですよ、もちろん足だけ。ももの辺が美味しいと思いますよ。うん、あー、うん、美味しい、うん、ね、ちっちゃいんだけどちゃんと弾力があってもちもちというか、うん、ちゃんと肉、うん、お肉の感じしますよね。します、します。本当にこれは美味しい、はい。足カリカリだ ね、 もうね。カリカリですね。結構いってますね。あ、でもちょっとまだ辛いかな。まだ辛い、うん、結構ぷっくりしてきた気がします。お尻の方とかが。そうですね、なんか倍ぐらいに膨れましたよね。うん、確かにこのくらいかな。うん、食べてみますか一匹。じゃあちょっといただきます。はい、あ、どうですか。うん、うんうん、卵出てきました。あ、出てきた。あ、よいよい、メスだもんね。ブチブチ、おいしい。うんうんうん、本当にちっちゃいつぶつぶつぶっていうのが。あ、感じました。感じます。おいしい、うん、すぐにプチッと飛び出てきました。あ、ほんと、まあ食べられる、食べやすいけれど。熱い、熱いです。それは熱いです。いいんじゃない。いいですか。柔らかくなりましたよね。なったよね。うん、これで揚げちゃいます、うん、そうですね。お皿に揚げます。はい、結構しっかり炒めました。おー、
ました。はい、今度はあの調味料、ちょっと合わせ調味料を作っちゃいましょう。その方があと簡単なの、楽なので、はい、醤油と砂糖とみりんがありますけれども、うん、これをあの こちらで混ぜますので、はい、じゃあささっといっちゃいますか。全部入れない方がいいと思う。入れちゃった。まあ、いいですか。はい、調味料ができたところで、はい、今度はあの人参を炒めたいと思いますので、はい、さっき使ったフライパンで。そうですね、あ、同じもので、はい、はい、大丈夫です。入れてきます。はい、コオロギエキスが残っている状態で、はい、少しごま油を、はい、たまにコオロギの足が、はい、ところどころ見え隠れ見え隠れ見えてるみたいな。普通は異物混入なんですけど、ね。確かにきんぴらだから割と歯ごたえ残ってる、あった方がいいと思いますので。うん、どうですか。そうですか、うん、どうせまたやるからいいんじゃないですかね。うん、でじゃあこれを合わせましょう。はい、じゃあこれをコオロギも合わせて、はい、おおいいいいいい、一気に段階絵面が変わりました ね。ちょっとその合わせ調味料、はい、それをちょっとあの適当に。匂いですね。うん、はい、いい香り。ご飯にも合うようにということで、はい、味付け濃いめでいきましょうか。コオロギがこんなにすごい迫力のある、コオロギが今人参と合わさって炒められてるってすごくないですか。ちょっとコオロギ入れすぎ感がありますけどね。人参と同じくらい入ってますね。うん、ちょっとちょ超豪華な、うん、豪華コオロギきんぴらになりました。うん、でもコオロギって他の昆虫ってちょっと安いですか。タランチュラとかフリーズドライで、まあ、あっちに比べたらやっぱり安いと思いますけども、うん、ただ今回使っているのはあの大きなコオロギなので、はい、結構値段的にはこっちの方が高いと思いますけどね。でもこれ二フジコオロギとかでも代用はできそうですよね。うん、あ、もちろんできます、うん、はい、それだったらあとはなんだろう、日本のほら、はい、エンマコオロギとかね、あ、捕まえてきて捕まえてきて、なるほど、の方がよりしいです。多分美味しいというか、確かに美味しい、鮮度が抜群なので、うん、そういう時はどうですか。生きたコオロギを調理する時は油にもそのままシュッて入れちゃっていいんですか。生きてるやつを洗って。どうでしょう、一旦ね、あのお湯でこう1分ぐらいちょっと茹でた方がいいと思います。湯通し的な、湯通しですね。うん、泥とかもそれで落とせるので。なるほど、あの一度お湯を通した方がいいと思います。じゃあドライの使う時はもうそのまんま。そうですね、ドライもそのままで大丈夫です。はい、人参、はい、うん、あ、食べられても柔らかい、結構コオロギの中まで調味料がちゃんと染み込んでます。卵はお好みですか。もう卵大好き。目が合っちゃった。どんな気持ちですか今。いや、可愛いねって思います。ときめいちゃってるじゃないですか先生。すいません。あ、美味しいです。美味しい、うん、うん、すごく美味しいですこれ。で、まあ汁気飛ばすまで、はい、ちょっと炒めていただいて、はい、こんな感じでいいのかな、そろそろね、うん、どうでしょうか。美味しい、はい、こんなもんで、こんなもんでいきましょう。はい、はい、じゃあ揚げちゃいますか一回。はい、おお、すごいいっぱいですね。コオロギがふんだんに入ったきんぴらコオロギが出来上がりましたね。今年は絶対コオロギ料理が流行ると思うんですよね。本当にトレンドになってくると思います。そうですね、しかもこれだけ大きいと迫力ありますよね。ありますね、美味しそう。うわ、これも実家に帰りたくなるやつですね、これ食べたら。さかちゃんのふるさとはコオロギも食べました。コオロギ、あの、イナゴをよく食べてました。イナゴ食べました。はい、学校帰りとかに、うん、捕まえてみんな手拭いランドセル入れててみんなで捕まえてましたね。あ、それでお家帰ってお家で調理してもらう、うん、学校の授業でありました。郷土の自然っていう授業があって周りが本当森だらけだったので、はい、コオロギを捕まえて、はい、で、ふんだしして、あ、コオロギじゃない、イナゴか、イナゴを捕まえてふんだしして、うん、食べた、で、佃煮にして食べるっていう。幸せな子供時代を送りましたね。いや、もういい時代でした、本当に。ですよね。コオロギはいいと思いますよ、体に、ね、はい、ぜひ皆さんも健康と美容のためにコオロギを召し上がってください。さあ、完成しましたね。はい、すごく美味しそうに今回もできましたね。うん、楽しみで、今回本当大きなコオロギ使っているので存在感もすごくあるし、はい、うん、昆虫食食べてるってすごい気にしますよね。食べ応えありそうですね。はい、じゃあどうぞ食べてみてください。いただきます。はい、3匹ぐらい一気にガッと、はい、いただきます。うん、あ、うん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 、ちゃんと味とか染みてます。大きいから皮がちょっと固めなんですけど、うん、大丈夫ですかね。中にすごく味染みてますし、うんうんうん、調味料の甘酸っぱい香り
あ、でもすごいするんですけど、コオロギの味もちゃんとガツンとします。で、何より食感が面白いですね。飛び込んだね、今ね、あんがね。じゃあいただきます。どうも目が合うんだよね、これ。ちょっと止まっちゃいましたね、先生、1秒ぐらい。いやいや、あの愛を感じますよね、運命。うん、この、なんだろう、はじける感じいいですよね。プチッと噛むと、ふわっと、わーっと広がる。広がる世界がいいですよね、これね。コオロギの世界いいですね。美味しい、美味しい。ピリ辛なのも美味しい。そうですね。ピリ辛コオロギもなんか、ツンデレな感じっていうんですかね。あ、そういう感じね。辛い感じが。食べられちゃうんだけど、ツンデレみたいな。それは別ですね。卵がいいですね、やっぱりね。うん、卵絡んできます。なんか小餅昆布みたいに。小餅コオロギ。小餅コオロギだ。ハウスコオロギと違ってサクサクはしてないじゃないですか。はい、なんかしっとりしてる感じがいいです。お肉って感じしますよね。何ですか、ソイミートみたいなのあるじゃないですか。あ、はい、大豆、はい、お肉みたいなみたいな、はい、そういう感じで食べられますよね。味的にも結構植物的なね、不飽和脂肪酸、はい、なので、あの豆っぽい感じ、植物っぽい感じの味がベースにありますので、似た感じするかもしれないですね。だ、本当に慣れない方にとってはちょっと抵抗あると思うんですよ、大きいからね。確かに。でもだからまあ最初ハウスクリケット、うん、ああいうちっちゃいとこから始めて、でだんだんこう大きくしていく。なるほど。そうするとまあ慣れてきて食べやすいみたいな。コオロギの可能性は無限大ですね。はい、よくできました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。